332回の結果公開テスト、直近の難しいって言われてた問題と比べると、はい、それぞれのパーツの感想をお願いします。3に関しては、はい、1個目の文章がめちゃめちゃ早くて、お疲れ様でした。もちろん知らないさあ、今回ですね、はい、332回の結果公開テストを受けてきたということで、はい、あ、そう、自己紹介を。あ、太田彩音と申します。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、受けてきた感想、あ、満点講師でございますが、一応はい、はい、ではお願いします。どうだったのかですね、まあ、全体的に、あ、そうか、フォームっていうのが複数ありますから、はい、いうのは、私は今日男性がこうデスクでお仕事をしているのが1枚目だったんですけど、はい、写真ですね、はい、はい、パート1の1枚目の、そのバイクが音が、救急車持ちとかよくしてますよね。よくしてます。あ、全体的にはどうでした？全体的には直近の難しいって言われてた問題と比べると、はい、あの、比較的いつも通りだというか、ちょっと前の優しめ、はい、なるほど、優しめということですね、はい、じゃあ感じだったかなっていう印象だったんですけど、はい、その第332回という公開テストの、はい、そのフォームの、はい、それぞれのパートの感想をお願いします。はい、パート1は普通でした。お、特別こう難しい単語が出るわけでもなく、はあ、なんかこう紛らわしい単語が出るわけでもなく、なしっかり聞いてれば取れたかなっていう感じの、うん、なるほど、まあ、でもすっごい優しかったかっていうとそうでもなく、お、なるほど、まあ、しっかり自分聞いてっていう感じでした。なるほど。じゃあ最近のよく言われていた、なんかよくわかんない表現が出てくるとかはなかった、うん、は特に今日は目立ったのはなかったと思います。なるほど。じゃあそれはラッキーだったかもしれませんね。はい、はい、ということです。まあ、反省会のラジオありますんで、反省会ライブですね、はい、この後ありますんで、そちら見て詳しく知っていただければと思います。はい、で、はい、パート2ですね、はい、パート2も普通だったかなと思います。ほうほうほう。普通に変化球問題とかは難しかったんですけど、はい、すごいたくさん変化球だったとかでもなく、はい、まあ、いつも通りの感じで、うん、特別引っ掛けとかもなくっていう感じです。ちょっと後半難しかったのもあったんですけど、そうですね、後半はやっぱ変化球で引っ掛けが厄介なのとかが出てきますからね。出てきました、はい、出てきたんですね。それは出てきましたね出てきたけど、でも本当1問2問ぐらいで、なんか今回私の感想なんですけど、うん、選択疑問文が多かった気がします。あ、なるほど。 A or B のやつですね。あ、そうです、そうです、はい、そういう選択疑問が多いかい。なんか多いな、あれまたかっていう感じの、になりました。今日それは珍しいかもしれないですね。珍しいですね、はい、じゃあ続いてパート3ですね、はい、パート3も、はい、ごめんなさい、普通だったんですけど、普通だったんですね、はい、はい、なんていうんですかね、質問文選択肢に分かんない単語とかがあるとか最近ちょっとあるじゃないですか。 ああいうのも特になく、うん、普通な感じで、普通な感じではい、なんだろう、なんかあの読まれる本文とかも、うん、なんか想像しにくいのとかがあるかなって待ってたんですけど、はいはいはい、そんでもなく、いつも本当いつも通りなんていうか、そういう感じだったんですね。はい、想像しにくい場面とか最近多いですね。そういうのは、そうなんですよ。でも3に関しては、はい、私はなかったかなっていうあの感じです、うん、糸問題グラフィックとかも大丈夫でした？あ、糸問題は若干難しかったんですけど、はいはい、でもあのグラフィックはなんか比較的やりやすい、分かりやすい感じの、なるほど、はい、そういうのが多かったってことですね。はい、じゃあこれも普通って感じで、そうですね、はい、じゃあパート4の方ですね、一人が喋る方ですけど、はい、それはパート4に関してはちょっと普通からややなんぐらいだったかなっていうところで、何かこうすごく全体的に難しかったわけじゃないんですけど、はい、1個目が1個目の文章がめちゃめちゃ早くて、あ、そうなんですね、はい、すごい早かったんで、うん、なんか急にちょっとパート4の最初油断するじゃないですか、はいはい、いや一瞬するじゃないですかって言われて、わかん、油断はしないですけど、スリー終わってはーってなってる時に、あー、なるほど、はい、ポーが早すぎて、はい、これは聞こえない人いっぱいいるんじゃないかなっていうぐらいの速さだったんですけど、そんな感じだったんですね。気のせいかな、いや早かったと思います。早かったんですね。それイギリス人とかですか？イギリス人だったと思います。イギリス人女性がよくね早かったって言われるんで、はい、そういう感じだったんですね。すごい早かったんで、あのその次、はいはい、74番からのがちょっとゆっくりに聞こえるぐらい早かった。お、そうだったんですね。はい、ちょっとややなんだったかも。グラフィックとか糸は大丈夫でした、ね、糸は大丈夫だったというか、まあ普通な感じだったんですけど、うんうん、グラフィックが1個、なんかあのグラフィックがあって、うん、いつも選択肢に書いてある方と、うん、なんていうんですかね、選択肢に書いてない方っていうんですか、そうそうそう、ありますね、区別が結構すぐできるんですけど、はいはい、なんか今回
なんだろう、フォントっていうのかな、あの全部同じ四角で全部同じフォントで書かれてたんで、なんかちゃんと見ないとどれが選択肢でどれがこう本文で読まれる方というか、分かりづらかった。なるほど。地図とかも明らかにこれが選択肢だろうって分かって、近くになんか公園があるとか窓があるとかよくあるじゃないですか。その近くに窓がある、そう地図じゃないですけどね、水窓率とかであると思うんですけど、今回それが本当全部同じ四角に同じ文字で書いてあるから、どれが選択肢ってちゃんと注意としとかないと。ああ、その地図っぽいやつで、地図っぽいやつでそこに あるものが、ああそういうことですね。あ、例えば部屋番号とそのなんか目印となるエレベーターとかのやつが、あ、そういつもだったら割とはっきり分かるのに、そうなんです、なんか目安が分かんなくて、なるほど。そこがすごいやりづらかったのと、あとその1個目が早かったからちょっとまあややなんかなっていうのはあるんですけど、それ以外は難易度的にはまあ、なるほど、普通かなっていう感じだったわけですね。じゃあパート5、いよいよリーディングの方いきます、ね。はい、パート5はどうでした？パート5も正直普通でした。ちらほらすごい悩んじゃって入れられないのが、まあ、本当答え聞きたいぐらいのがいかるんですけど、でもそういうの本当難しいのが2、3もあっただけで、他はまあ比較的なるほど、そのどういう感じで分かんない単語とか読みづらい構文とかも特になくいけたと思います。じゃあ普通ということで、はい、ただ一問難問があったってことですね。そうですね、一問、はい、私はもうちょっと早く答えを聞きたい。パート6はどうですか？パート6も普通からやや難ぐらい。おお、やや難、はい、っていうのは私個人的になっちゃうんですけど、はい、私は3個目だったかな、ちょっと1個文章がよく読めなくて、はい、で文挿入も入れるのにすごい時間かかっちゃってっていうのが1個あって、すごいちょっと時間かかってしまったので、場面が覚え浮かびづらいみたいな感じ。あ、そうですそうですそうです、ちょっと浮かびづらくて、でなんかね、これどっちもいけるんじゃないかなってちょっと文挿入で思っちゃうのが1個あって、文挿入は消去法大事ですよ、はい。まあ、最難関のパート7はどうだったんですか？それが、パート7が、優しめよりの普通です。お、優しめより、はい、っていうのが、マルチプルが私のフォームは分量も少ないし、はい、すごい読みやすくて、はあ、ははあ、なるほど、全然、結構今日はいっぱい進んだっていう人がいっぱいいるんじゃないかなっていうぐらい、はあはあ、ダブルトリプルがすごい読みやすかったし、はい、優しめ、へー、だったわけですね。分も少ないし、なんか最後全部 E メールとかだったんですよ。はいはい、あ、なるほど。なんですごい想像しやすい感じで、やりやすくて、ただシングルがまあ普通かなっていう感じで、はいはい、なんかごめんなさい普通ばっかりなんですけど、なんかそんなに今日は特別すごい難しかったんですよってのもないし、い特に何もなかったですけど、特に何もなかったなんだろう、なんかパート7で言うと C って言うならダブルにちょっと話の場面思い浮かびづらいかなっていう、なんかのちゃんとタイトルとかちゃんと意識してないと読みづらいかなっていうのはあったんですけ ど、それも設問自体はちょっと優しめだったので、あんまり、なるほど、へえ、そういう感じだったんですね。はい、こうやって複数フォームあるとかは分かってます今？あ、今の段階でもう2つあるのは、あ、2つあるのは分かってるわけですね。12時22分終わりで2つフォームがあったみたいな。はいはいはい、なるほど。じゃあフォームで違った方もいるとは思うんですけど、はい、そちらの皆さんはぜひこの後の反省会ライブで、はい、ぜひぜひ見てください。ということでございました。はい、感想を聞きましたんで、じゃあどうでしたか皆さん、ぜひコメントを聞かせてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この後じゃあ頑張ってください、はい、またライブ。やばい、本当に普通だったんですよ。はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちら TOEIC 800点英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に皆さんからの個別メッセージには、僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。